サルバトール・ローザ1673年3月15日は、イタリア・ナポリ出身の画家、詩人、アストラヤーの出現ウィーン美術史美術館像、サルバトールは、ナポリ近郊のアレネラで生まれた。父親は、彼が6歳の時に亡くなり、母親は子供たちをソフビートに預けて、家を出て行った。ソフビートは孫たちを勉学のため修道院へと送り出したが、 サルバトールはその後すぐに芸術に関心を示し始めた。母方のおじの下で絵画の処方を学びんだ後、画家を職業とした。1634年、20歳になったローザが初めて、ローマに来た時は一文なしで奇抜なイスパニアの服装をしており、それに、付き物の剣を腰に帯びていた。病のため二年後には、ナポリに帰国することになったが、百三十八年に、 再びローマにやってきた。だが、カーニバルの時期に通りで行う茶番劇で、当時ローマの彫刻会を席巻していたベルニーニを風刺したためにローマを立ち去らざるを得なくなった。そうして、ジャンカルロデ・デメディチスツ数奇境の招きを受諾し、1639年から8年間、フィレンツェに滞在し、同地でアッカデミア・ペルコシを設立し、文学者や芸術家や、 芸術愛好家たちの交流の場を設けた。作曲家であるアントニオ・チェスティと信仰があったため、チェスティのために試作を残している。1673年、ローマで起こった暴動に巻き込まれ、没する。画家としては18世紀から19世紀にかけて、イギリスで好評を得ている。従来作曲家とされていたが、誤りであることが立証されている。ありがとうございます。